習チャンネル。はい、ネギちゃんもです。トーカです。山本です。上本です。じゃあ質問回答いきますか。21本目、過去最高じゃない。過去最高。上本さんと風花ちゃんは21本連続今出てますから。21本目。この元気だよ。じゃあ質問いきますよ。高校生なんですけど、何年生まで部活を続けてたらいいですか。ちなみに何年生までした。高3の夏。俺高2の夏なんだけど、現役でどっちも勝った。現役です。現役。テニスと僕軽音楽部。軽音。忙しかった部活。まあ軽音なんて文化部なんでそんなにっす。部活高3までやる意味あんのか問題みたいな。いいじゃん。いや俺も部活大好きだったのよ。本当はずっと続けたかったんだけど、で俺中学の時だけど東京なんか私学で優勝してみたいな感じになって、ちょっといい結果を自分なりには出したつもりだったの。このままじゃあやっててプロになれるかって言ったら、まあなれるわけないじゃん。でプロになったところで会社員よりもめちゃくちゃ倍率高い競争がそこから始まってて考えると、めちゃくちゃアスリートってコスパ悪くねって思ったのよ。もちろんコスパだけじゃないって期間ももちろんあるんだよ。これ結構タブーみたいなとこあるんじゃん。部活で学べるところはあるみたいな。それわかるんだけど、どうなのって思っちゃうのよ俺。だって実際さ、俺東邦でさ、野球部でさ、高3の秋とか受験ギリギリまで部活やってさ、で浪人しましたって、まあ、浪人するって決めてるんだったらいいけど、そこまでやる意味あるって思っちゃうね。すごいね、部活に対する意識の高さが逆にすごい。部活やるやつはプロになるんだぐらいの、もう早く辞めれば辞めるほど得みたいな部活。それは勉強するっていう意味で。そう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 。コメントしづらいと思うんですよ。いや分かる分かる、あの両方やれば良くないっていうスタイルだから。だから上本がもしね、今ね現役で神戸でしょ、高2の春辞めてたら東大行ったかもしれない。なるほどって思っちゃうのよ俺は。なるほどなるほどね。だってまあ部活中はもちろん勉強できると思うけど、高3の夏でしょ、高2の夏に辞めてたらさ、倍近い量をさ勉強できるわけだから、はい、東大ぐらい行けそうじゃねって思う。いや高校時代の部活の時間はもうかけがえのないものなんです、うん、もう今お金いくら積んでも買えないんです。なるほどね。そうだよ、うん、いや俺も部活やってたからね。まあまあでも分かるよ、盲目的に部活をやるんじゃなくて、その時に失う何かと得られる何かっていうのを両天秤にかけて考えましょうっていうことが言いたいんでしょ。 そう、それで株元は勉強っていうのに比重を置いた結果、部活はそんないらなくないっていう主張ってことだよね。そう、まあ、勉強っていうか学歴、そこをどこの点で妥協できるかとかさ、うん、にも寄ってくると思うから、うん、どっちを大事にしましょうみたいな話じゃないけど、俺のさ一校への先輩すげえ強かった人いたのよ。はいはい、その人が高3のもうほんとギリギリまでやってめっちゃ頭良かったのよ、うん、青学かなんかが部活が強いからって言って部活に行ったのね。青学に推薦みたいなので行ったのよ。で結局就職先はさ普通のメーカーなわけじゃない。なんだかなって思っちゃうのよ。まあ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 、うん、難しいよね。そのプロ野球選手とかそのプロスポーツ選手っていうのを年収で測るなっていう意見がまあいっぱいありそう。プロだったらいいけど、プロになれないギリギリのアスリートが一番コスパ悪いよね。夢を追うっていう期間じゃないですか。一番コスパ悪いよねって言われたら確かにそうなんですが、それはさ、そんなこと言ったらさ、就職活動でさ外勤以外を受けてる時間もったいないよねみたいな話とかになってきちゃうよ。いやいや違う違う、それは違うよ。企業のランクみたいなのもちろんあって、その企業のランクのどのランクに入るかっていうレースを大学卒業までやるわけじゃん。そこにだから外勤なのかアスリートなのかっていうその違いがあるだけじゃないの。プロになるっていうレースを生き残るわけじゃん。いやだから学歴とかっていうのは会社員になるに必要な武器として培っていくわけだけど、スポーツの練習って意味ないじゃん。何の役にも立たないじゃん。どこを目指すかっていう話でしょ。その一般企業に就職したい人だったら部活は意味ないよねっていう。そうそうそう、主張ってことでしょ。そうで、アスリートになりたい人はやればいいけど、なれないんだったら一刻も早くやめと。だから、まあ、だからいやいや、さっきの先輩の例はちょっと違うんだろうなって思って、その人は多分大学で打球が強いから入ってプロになるとか実業団に入るっていうステップのために入ったわけじゃん。でもなれなかったわけ。なれなかったわけでしょ。ただそれはさ別にさ東大に行ったからじゃあ外銀に入れるかっていう、ね、結局なれなかったじゃあその時間無駄じゃんっていうのと一緒じゃん。結果って話ですか。結果に左右されてるだけで。なるほど、ね、やってきたこと自体は。なるほどね、うん、だから中途半端なぐらいだったらどっちを大事にするかちゃんと決めろよっていう主張だったら分かるけど、プロになれないのにギリギリのラインまで行ったやつが一番コスパ悪いはやや冒涜的。怒ってます。あ、怒ってない、怒ってない。やや無茶苦茶だそこはって思って。こんなに真剣にこの質問に答えてくれるなんて。この質問をした人めっちゃ喜んでると思う。
つが上手くなることで自分の学力以上の学歴に行けるっていうパターンもあるわけよ。トンボとかだったらそうなんだけど、だから俺の弟とかがもうテニスでめっちゃ頑張ってインターハイとか出た結果、多分あいつじゃ受かんないところに行けたり、なるほど、ね、それもあった。それはコスパいいよ。コスパがいい。それはコスパがいいはまた違うんだけど、着地点がそこに持ってこれたっていうのは良かったよね。俺のイメージしてるのは高3の秋とか冬まで部活やって初戦敗退した野球部。お前らさみたいな。意味ねえじゃんみたいな。早くやめとけばいいものって。まあ、いるんだよたまに。そこまでやってんのに慶応の医学部入りましたとか、うん、すげえやついいんだよ、うん、いるんだけど、例外を除いてってことでしょ。大体はさ、まあ、浪人しちゃったりとかさ、不本意な大学に行ったりするわけじゃん、うんうん、だそこまでの価値あったかっていうことですよね。だからもう部活は高2の冬で全員引退っていうルール決めないと、俺もなんか腹立つのよ。俺高2の冬引退なのに、なんか所詮高3の人とか出てきたらなんだこいつみたいな。不公平だから高2で引退する人からしたら高3いたら不公平だから。だからもう全員もう法律で高2の夏までとか冬までって決めちゃえばみんな平等になるから。じゃあ高校を作ってください。それさ、逆にさ、逆にだよ、みんな部活に入って高3までで引退でいいんじゃないの。逆にね、逆に、うん、それでもいい。それでもいい。しかも辞めたのお前の勝手じゃん。まさかのそれの逆恨みだったっていう。結構重要なことは言ってると思う。盲目的に部活に打ち込む、それも別にいいけど、その結果どうなるのみたいなところまで判断して、失ったものと先を見た上でバランス取ろうねっていうのは重要だし、多分そこまで考えれる高校生っていないから。早く辞めたくせにスポカだよっていう意見はなしでお願いします。いや絶対書かれます。いい話だったんじゃないでしょうか、はい、これはでもね、部活以外にも応用されることだと思います。バイトやってるのが本当にいいのかとかね。じゃあそんな感じでありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。随時更新中です。これはめちゃくちゃ役立つからね、見てね。ちなみに私は馬術部でした。